はい、じゃあ次。チュールのバラ売り10本、うん、鶏ささみ黒毛和牛、はい、1本目ね。マグロとオホーツクホタテの貝柱。ぐーちゃんちょっとぐーちゃん、ミルキーチュール、何がミルキーなんだろうね、うん、鶏ささみ味だって。ぐー、後でもらいな。とびきりチュール、マグロとタラバガニ、はいはい、タッチしてる、タッチ、ほらすごい。鶏ささみ、日本海産カニ。あ、そうだ、ぐーちゃん首輪にあれしてんの忘れてたわ。何したの？あ、マーチンの電話番号が入ってるんですよああ首輪するからね、外しちゃうのね。よいしょ、はい、はい。で、今何本 2、4、5、さっきので半分か。これいつものカツオ味だね、その辺でよく見るね。で、マグロ贅沢ロブスター、マグロと贅沢本マグロ。で、ミルキーチュールのマグロとホタテの貝柱。いや、ちょっとね。で、鶏ささみとイカ。タッチかわいいね、ほら、かわいいね。で、10本ね。なんかよく見るのはさ、このなんだっけ、この鶏ささみとかさ、カツオとかはよく見るんだけど、このとびきりチュールってなかなか見ないよね。うん、ね、このマグロとタラバガニ、うん、なんか大きいペットショップに行けばあるんだけど、なかなか黒毛和牛とかもね。あ、それをバラ売り10本と、あといつもの毛玉に配慮したマグロ味のチュールね、4本入り。それ毛玉出てくるの？ウンチと一緒に出てくるんだよね。うん、あ、食物繊維が含まれているため毛玉を吸着し体外へ排出します。うん、私？あ、これ、うん、本当に出てくるのかね。いや、わかんない。だぐーちゃんは毛玉を吐けないから、それを食べさせたいんだけど、でもなんか信憑性というか、本当に出てくるかどうか、うんちを見るしかない。うんち割ってみて毛が入ってるなみたいな。じゃあ、まあ、やってみるしかない。あとでもらいなね、ちょうだいって。テーミーいらないの？テーミー、ほら、おいでくれるってよ。ほら、おいで。はい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 、ちょっとあんたたちここだよ。ちょっとティーにもあげて、ティーにもあげて。ちょっとくれて。兄ちゃんが先だよ。大きいスプーンで開ければよかったね。確かに美味しいからね、普段も譲るんだけどね。負けたの、しょうがないね。順番、じゃあ次、はい、次ぐーちゃん、はい、じゃあ次、え、こっちぐーちゃんだ、うん、じゃあ次テミコ、はい。え、次ぐーちゃん、テミでっかい。え、次テミコ、ぐーちゃん、順番。もちゃもいっぱいし
それにしても筋肉頭でっかいよね。でかいよね、頭でかいよね。でかいの、大きさが全然違うよね。大きいんだよね。これ成長の度合いじゃなくても完全に骨がでかいもんね。筋肉ね、やっぱ薄っていうのもあるけど、うん、それにしたってでかいと思うんだ、うちの筋肉。あ、だって足大きいもんね、手ね、うん、肉ついてるといえども。すごいいい感じで撮れる。 GoPro 買ってよかった。うん、そっか。ねえ、うちの首輪もいいんだけど、これすごく気になる。これね、うん、私が捨てきれずに買ってきたやつね。それもうやめてください。やめてください。ゴミは食べないでください。ダメです。